カランダッシュ社製パブロ色鉛筆カランダッシュは1915年に創業した鉛筆工場を前身に持つスイスの総合ブランド高級メーカーにしてスイス最大のヒッキングメーカーである。主要販売品である万年筆、ローラーボール、ボールペン、ペンシル、色鉛筆からライター、革小物、バッグまで販売することで知られている。 カランダッシュという名は当時ヨーロッパで活躍していたロシア生まれのフランス人の風刺画家エマニュエル・ポアレの画号からなりロシア語で鉛筆という意味を持つ1915年にスイスのジュネーブにて創業された鉛筆工場エクリドール・ペンシル・ファクトリーを1924年にアルノルト・シュバイツァーが買収しカランダッシュ・スイス・ペンシル・ファクトリーと名付けたカランダッシュは 創業より一貫して、筆記具については、スイスジュネーブの自社工場にて生産しており、かつ小さな部品も含めて、すべてに製品基準のテストを受け、厳しい管理のもとに生産されている。また、メッキ加工の筆記具において、表面の金、銀メッキの厚みは10マイクロメートルにも達し、他社に比べて2倍程度厚くなっている。現在日本では、デザイン性や、 素材の先進性、高級感に優れた高級筆記具メーカーとして有名であるが、1980年から1990年の中半頃までは、優れたライターや高級バッグのメーカーとしても知られていた。また、本社のあるスイスでは、デザイナー向けの高級ラインからキッズ向けの入門ラインを持った鉛筆や、色鉛筆、絵の具、さらには粘土まで扱う画材メーカーとして知られ、 親しまれている。一方、日本においても、高級なラインだけではなく、比較的廉価な文具コレクションも展開しており、同社の高い技術力や、先進的なデザインを気軽に堪能することも、可能である。なお、筆記具やライターの多くは、スイスジュネーブの自社工場にて生産しており、保証書や外箱、筆記具本体には、特徴ある、文字体のスイスメイド、もしくは、 ジェネバの刻印が入っている。高級筆記具の主なラインナップ主要なラインは上記の通りであるが、富裕層向けオートクチュール商品や各国政府機関への特注品製造を幅広く言っており多種の商品が存在する。その他の筆記具の主なラインナップオフィスラインなお油性ペンのレフィルにはゴリアテと呼ばれるものが使われている。ライターのラインナップカランダッシュの水イスライターは、 カルティエ、ダンヒル、エスティ・デュポンと並び四天王と評されている。特許機構である予備体育付きという構造が特に有名である。これはガスがなくなった時にテーブの蓋を爪で引き出して180度回転させて平面に押し付けたら予備タンクからメインタンクへとガスが供給され使えるようになるというものである。なお、日本のウィンドミルがライセンス製造をする。 中国製のライターも存在する。色鉛筆、パステルなど、画材のラインナップからンダッシュの色鉛筆は、高純度の顔料による鮮やかな発色と対、光性といったクオリティの高さと専門性。日本製色鉛筆より、比較的高額であることなどから、日本では美術系の学生から、セミプロフェッショナル、アーティストなどに多く使用されているが、キッズや、 エントリークラスの商品も展開している。スイス国内では小学校入学時の政府からの支給品として指定されるため、幼少の頃からの愛用者が多い国民的ブランドである。カラーのラインナップモノクロのラインナップジュニア向けのラインナップ。ありがとうございます。